はい、本日はですね、今季活躍しそうなアイテムトップ9選をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、今季活躍しそうなアイテムをご紹介していくんですが、これ実はね、今季活躍しそうではなくて、もう去年がめちゃくちゃ活躍したから、おそらく今年も継続するでしょうというところのお話をしていくんですね。だから今年買った新しいものとかっていうのは、まあ例えば今月着たいものとか、そういうところでね、どんどん紹介をしていこうと思うんですが、まあこれに関してはもう間違いなく活躍するでしょうというところをずらっと9点並べさせていただきました。まあちなみにね、ほんま10点あったんやけども、1点はね、あの殿堂入りしてるやつでやったんで、まあ後々後々紹介しますけど、あ、多分あれやろうなと。殿堂入りしてるといえば、僕の動画で殿堂入りしてるといえばあれしかないですよね、いうことで、これは一番最後に紹介させていただくんですけども、9点をね、ダダダダダダッと紹介していこうと思いますので、まあ本日の流れとしてはね、1点ずつ紹介はしていくんですが、もうこれね、全部去年購入したやつやから、去年使ってるんですよ。だからそれをね、使用感とか、どういう時に使うんですかみたいなところのお話をさせていただこうと思いますので、そんな感じでいきたいなと思います。まず1つ目ね、今季活躍しそうなアイテム1つ目っていうのはこちらです。ズドン、インサレーションパンツ。あれ、今までとかやったら、だいたいこの見てる感じ、ジャケットから来るっしょ、あれパンツからなんですかと思ってるそこのあなたも、そうなんですよね。これね、ほんまにパンツがめちゃくちゃ優秀なんですよ。っていうのもね、冬場ってね、なんかジャケットとかはいっぱい買うんやけど、パンツで何履こうかなって思うのって結構あると思うんですけど、僕がね、去年の冬最も履いたパンツっていうのがこれなんですよね。で、これどんな時に履くのというとね、まあまあ、まずさっき特徴いきましょうか。これね、よう見てもらったらね、こうボコボコしてるでしょ、中綿入ってるんですよ。でこの中綿入ってるって言っても、ダウンとかじゃないので、人工のね、綿が入ってるので洗濯もできるんですよ。だから普通にこういった T シャツとかと一緒にボカーンって洗濯機掘り込んで、そのままバーって乾燥機で仕上がったら、もうそのまま履けちゃうという、めちゃくちゃ便利な一本なんですけども、まあ、普通のパンツに比べると、そら綿入ってるからあったかいよねというところでね、まあ、僕はよく使ったんですが、あんま私服として履くっていうよりかは、まあ、例えばちょっと出かける、その辺出かけて、あのコメダにね、あのコーヒー行こうぜなんて言ってね、モーニング行こうぜなんていう時なんかパッて履いたらね、全然寒くないからね、あの履き心地もいいし、そしてあったかい。で、まあ大体コメダのモーニングって言ったら、皆さん3種類選べると思うんですけども、小倉のね、あの小豆みたいなの頼む人って、あれって多分愛知県民ぐらいですよね。大体の人って、まあ、あのゆで卵頼むじゃないですか。ゆで卵に塩かけてパクって食べるのがうまいよと。それとまた一緒にコーヒーと食パン食べさせていただいて、あれでなんと300円台で食べれるんですかと。そしたらもうぜひ行ってくださいよ、コメダコーヒーということなんですけども、それぐらいね、このパンツも使えるんですよ。だから、まあ、コメダ以外もね、ちょっとコンビニ行くとか、あとは車運転するだけでね、そんなにおしゃれしていかんでいい時なんかはね、これ一本パンって履いとけばね、それだけで冬乗り越えれるんですよ。だからこのパンツはね、もうぜひぜひ僕は使っててよかったなと思うパンツなんで、もうこれはもう一番最初にお勧めさせていただきました。で、今季活躍しそうではなくて、なんやったら色違いで買いたいなと思ってるぐらいでございます。一本じゃちょっと足りひん時もあるからね。はい、というのがまず一つ目です。では二つ目いきたいなと思いますが、二つ目はズドン、アトム AR フーディー。もうこのジャケットもいいですよ。っていうのもね、さっき言ったパンツもね、あの暖かくて取り扱いも楽でいいって言うじゃないですか。これがまさにそのジャケットバージョンなんですよ。まあ暖かいっていうのは、これ中にね、綿入ってるから、まあ暖かそうなのは分かると。確かにそれ暖かそうですよね。そしてさらに、これは僕洗濯機で普通に洗っちゃってるんですよね。だからちょっとこう着用してて汗かいちゃったとかね、あとまあ匂いがついちゃって嫌やなっていう時なんかはね、もうこのまま洗濯機にまたバチコーンって掘り込んでね、で乾燥まで仕上げちゃったらね、またふかふかで次の日着れると。で、匂いもせえへんということで着れちゃいますし、それ以外にやったら、そんなね、これ見てもらった感じ、もうブカブカ着膨れする感じないでしょ。だから綿もね、そんなめっちゃ入ってるわけじゃないんですけど、ええ塩梅で入ってくれてて、まあインナーダウン的な感じかな、入ってくれてて、まあ車の運転なんかもしやすい。さらにこの上から重ね着もできちゃうと。だからこれをインナーとして着ちゃって、でこの上から、こういったシェルのね、防風のジャケットをこう着ちゃえば、もう無敵状態になるじゃないですか。まあ、ただその時にね、気になるのは、このフードがね、若干気にはなったりするんやけども、まあ、そういった着方もね、できますよと。だからこのアトム AR フーディーはね、まあ、1着持ってて損ない、まあ、そんなジャケットかなと思います。値段はね、ちょっと高めなんですけど、いかんせん着るシーンが多い。車でも着れて、ちょっと出かける時も着れて、もちろん主婦としても着れて、でなおかつ真冬になってきたら、これインナーとして着ちゃえということでね、あの迷ったらこれ着ときゃいいよということで、まあ、これはもう活躍するでしょと。僕の動画見ていただいて、去年アトムAR フーディー買ったけど、それそれそれ、タクゾーよく言ってくれたと、めちゃくちゃ着るシーン多いんやって共感していただいてる方、もうこの画面の向こうでも見えてるんですよ、僕はね。それぐらいこれは良かったなと思います。まあ、これが2つ目ね。この袖口もいいんですよね。このゴムがね、あの安いゴムとかじゃなくて、ちゃんとなんていうのな、このなんかアンダーシャツ的なゴム、アンダーシャツのゴムもこんな感じじゃないですか。だからパッてこう手を入れたらしっかりフィットしてくれるというところもね、あの選択してるんですけど、そんなの伸びてないからええんかなと思います。ほんでね、次3つ目とは言いながらも、まあ
本格的なダウンジャケットということになればですね、もう去年一番着てたのこれですよね。ヌプシジャケットということで、ノースフェイスのダウンジャケットの中でも比較的値段が安い、3万円ちょっととかで購入できるんやけども、これがオンリーワンにしてナンバーワンなんですよね。で、僕はねこれサイズ XL で着用してるんで、ちょっとまあ中とかもまだ入れたりとか全然できるんで、今半袖にねこれ着てる感じやからまだまだ全然いけるんですけども、変に着膨れせえへんサイズ感っていうのがね、この日本規格のヌプシだと思います。海外版のヌプシはねもうちょっとこうボコッとでかい、だから僕の顔とかとあんま合わへんねんけども、ちょっとねスタイリッシュに着たいっていう方なんかは日本規格のこの今着てるヌプシとかなんか着ていれば程よいねサイズ感、もうピチピチすぎずダボダボすぎないっていう、まあ、ちょうどいいサイズ感で、なおかつこの首元もあったかいんですよね。こうキュッて締めてくれるからね、あったかいなっていうことで、今年ヌプシ買いはった方めちゃくちゃ多いんちゃいます。っていうのもね、僕がノースフェイスでどれが一番あったかいかって検証したのが今年の1月やったんですよ。だからもうその時点ではもう冬物の販売って終わってたんですよね。だから絶対今年はヌプシ買いますっていう声結構多かったんですよ。ってことはこの9月10月にヌプシ買いはった方どれぐらいいらっしゃいます？僕も買ったよなんていう方はねコメントいただければなと思います。ということでこちらが3つ目ヌプシですね。ほいでその次がですねフリースです。もうフリースでね最も多分使いやすいって言ったらこれちゃいます？ R2、 これパタゴニアのねフリースなんですけども、何が使いやすいのというとね、こういうまあフルジップタイプ、まあジップでこうピュピュってやるタイプってこうパッて羽織ったりもできるんやけども、後々ね紹介しようと思ってたスナップティーもあるんですけど、やっぱりこう被るタイプのってね脱ぎ着がめんどくさい。でもこういうジップのタイプでパッて脱げるしパッて切れるっていうのがまず良かったりするし、それ以外にも最近アウトドアメーカーでは減ってきたけども、やっぱりポーラテック使ってるのっていいよねと、あここにあったな、ポーラテック使ってるのっていいよねと、でポーラテック使ってるのそんなええのってなっても、やっぱりねこの毛がね死んでこへんでしょ、ペターンってこう死んでこへんっていうところはね、やっぱ品質の高さ感じますよね。ほんでそれでもって、まあ、この色はちょっと明るいんやけども、もうこれでブラックとかネイビーとか着とけばね、大人の人の装いのフリースとして着用できる。でサイズ感的にもうそんな着膨れするようなダボーンという、まあ、ちょっとこう少年スタイルとかじゃなくて、ちゃんとスタイリッシュな感じでね、スタンダードなシルエットやから、こう流行り廃りがなくずっと着れるっていうのがこのフリースのサイズ感とか、まあ、シルエットになってるんですよね。なんかこんな流暢に喋れてるからね、これジャパネット高田みたいにこうなんか通販番組みたいになっちゃってるけども、まあ、それぐらいね僕は結構着用しててよかったかなと思ってます。それが R2 ですね。ほんでまあこれまあ時期はちょっと限られてはくるんやけども、その次のね 2,4,5 点目がこれね、レトロ X、 これはねほんまにねもう何かしらで使えるんですよね。これさえあったら、特に気温のわからへん日ってあるでしょ、今日寒いんかな今日暑いんかな、1日出かけんねんけども温度わからへんなっていう時はね、このレトロ X さえ持っておけば全く風通さへんから、寒い時はこれギューって一番上まで締めてあげれば全く風通ってこへんし、ちょっと暑いなと思ったらこの前上げといてあげればね、風ビュービュー通ってくるからね、体温の調節が微妙にできると。だからまあおすすめ時期としては11月ぐらいってなんかあったかい日もあればちょっと寒い日ってあるじゃないですか。そんな時はねこれずっと着とくんですよ。ほんならね、あ今日寒いなと思ったらギューって締めてあげる、あ暑いなと思ったら開けてあげる、で寒くなってきたなと思ったらまた締めてあげる、まあ、フリース界でね唯一防風のジャケットというところで、まあ昔は唯一やったんですけど今結構ありますけどね、まあ、僕が持ってる中で唯一防風のフリースやから、まあそういった使い勝手がいいと。でその次ねサクッといきます。これキムタクフリースですね、スナップティ、まあ、これは僕よく去年着とって、まあ、なんで着てたんって言われると、やっぱり冬場ってどうしてもこう色パッて見てもらったら分かると思うんですけど、暗めな色多いでしょ、ジャケットもパンツもやっぱ結構暗めになってくるから、もう真っ黒クロス系になりがちやねんけども、中のフリースとかトップスのフリースだけちょっと色見つけていきたいなって思った時なんかによくこれ着てたんですよ。だからほんまのこと言うと、このスナップボタンって使いやすいって言われたらはっきり言うとあんま使いやすくないんですよね。やっぱジップとかなんか使いやすいし、ボタンパチパチのめんどくさいからあんま使いにくいんやけども、やっぱなんか知らんけど使っちゃうと。それがねパタゴニアのフリースのいいところでもあったりすると思うんですけど、そんな感じであると。とは言いながらもちょっとパタゴニアばっかりやめてくれと。ノースフェイスでフリース何かおすすめあるって言ったら僕この1点だけあるんですけど、それが何かっていうと、まあ、まさか意外なところなんですけどね、このバーサミットのフリースっていうことで、大体ノースフェイスっていうとね、こういったマウンテンバーサマイクロとかね、あとはまあデナリジャケットとかね、このアンタークティカバーサロフトちゃいますのって言われたりするんですけども、いやいや違うんですよと。このバーサミットはなんとセールにもかかるんやけども、大人の方が着やすいフリースなんですと。まあ、一回ね着用してみるとこのような感じで、結構細めなスタイルっていうか、そんな着膨れしてボカーンってでかい感じになって、あスタイルしてね細くシュッて着れる感じなんだねっていうことで、変なロゴの主張とかも全くない。それでもってなんとこれがセールにかかる、まあ、もう買うしかないやないかと。そしてねまさかの産物なんですけど、僕の視聴者さんってねマウンテンライト持ってはる方多いんですよ。マウンテンライトもしくはマウンテンジャケット持ってはる方多いんですけども、そういう方はねこれジップインジップできちゃうんですよね。だから普段別にジップインジップするためにフリース買おうとは思わへんねん
ねんけども、たまたま買ったやつがジップインジップできますのと、でジップインジップ分からへん方はね、ここに動画出てると思いますので、これ見てくださいね。まあ何ですか、火付けじゃい、あのガチャンコできますよやつなんですけど、まあ、そんなんができますよということで、たまにね、このマウンテンバーサロフトとの違いなんやと、これパッて見たら似たようなフリースでね、モコモコのフリース使ってるけども何が違うんやって言われたらね、はっきり言ってそんな違いって特にないんですよ。だから別にこっちでもマウンテンバーサロフトにいいんですけど、これ3万円くらいするんですよね。だバーサミットね、1万なんぼとかでセールで買えたりするんで、それ考えたらね、半額ぐらいで買えて、なおかつそんなに違いないし、で逆にこっちの方がね、10分10分もできちゃうって考えたらね、あんまりロゴとかにこだわってへん方とかやったら、もうこれでもええんちゃうかなと思ってますので、まあ、これがね、何点目かわからへんけども、出てきました。そしてね、僕よく視聴者さんから言われるのがね、ちょっと仕事でスーツ着てるんやけども、スーツの時のダウンジャケット何がええのってよく聞かれるんですよ。で、僕よく言うのが、スーツの肩、僕スーツ持ってたらこの水サーダウン着用しますわってよく言うんですね。なんでかっていうとね、まずスーツ着てある、貼る方って都会じゃないですか。まあ田舎でスーツの方ってちょっと少ないんかな。やっぱ田舎といえば作業着着てるというイメージなんですけども、都会にね、いて貼る方ってね、それこそよく電車乗ったりとかするやろうから、ダウンジャケット着ててね、電車乗ったりしたらね、やっぱ暑いんですよ。で、そんな時はね、この脇のベンチレーションをピューって開けてあげれば、ここからね、温度を調節して温度を逃がしてくれるっていうのもそうやし、あ、外出てちょっと寒なったわって言ったら、この脇のとこ閉めてあげればね、全く風入ってこうへんくなる。それがね、前にもあるんですよ。前もね、ここにね、メッシュのやつついてるタイプで閉めちゃってもいいし、こっちのメッシュじゃない方でガッチンって閉めちゃってもいい。例えばね、こんな感じです。ほら、一気にメッシュなくなったでしょ。こんな感じで閉めちゃえば、普段のダウンジャケットっぽい感じだけど、いや、ちょっと程よく暑いから、ちょっと風も入れたいなーなんていう時は、こっちの方でね、閉めてあげてもいいと思う。で、なおかつ、シンプルな見た目やから、あんまロゴとかも主張してないからね、まあ、スーツの時なんかも合いやすいじゃないですか。ほんでね、それでもって、一応防水なんですよ。やから、こう大事にね、着てはるスーツを濡らすことなくね、このジャケットが守ってくれるというところで、まあ、結構ね、使いやすいんちゃうかなと思うんですよね、スーツ着てはる方とかやったら。だから、普段のスーツとしても着れるし、もちろん土日の私服としても着れるということで、まあ、スーツ着てはる方やったらこれちゃいますかと。やっぱりノースウェアとかだったらロゴがでかすぎるから、まあ、スーツにちょっと合わへんなと思うので、まあ、僕はね、思い切ってもう水サーダウン行っちゃってもいいんちゃいますってよう言うんですけどね、そんな感じになっております。まあ、ちなみにこの水サーダウンのはね、ちゃんとした保証とかもあるから、修理とかも確か対応してくれてたと思います。なんか値段が高い分ね、そういったアフターフォローもね、きっちりやってるというところのブランドですね。デサントの日本の岩手県で作ってる、確か岩手やったかな、そんな感じだと思います。で、最後にね、おすすめするのはね、とは言いながらもね、あんまロゴ目出したくないと。で、土日とかでも着たいんやけども、そのノースフェイスっぽい感じやけど、ノースフェイスじゃないっす、何って言われたら、もうこのエクワックスなんですね。このエクワックスが機能的にはもうノースフェイスと匹敵するんやけども、こう至ってね、シンプルな感じで、なおかつミリタリー、こうアメリカ軍とかでも使われてるから、こう武骨なね、男っぽい感じで着れるという感じなんですよ。ちょっと今日は真面目にいろいろ語っちゃってますけどね。これはどっちかというと、さっきのとかに、今までのに比べると少しこうゆったりしてる感じかな。やっぱ米軍が着てるから、アメリカ人でこう体格ごついから、それをね、着ちゃうとこうゆったりした感じにはなるんやけども、まあ、そういったね、スタイルが好きな方、ちょっとまあ言い方変えると、菅田将暉風というんかな、ゆったりした感じのシルエットとして着るんやったら、こんなんでもいいかなと思います。で、これもね、さっきのアトムAR フーディーと同じような感じで、洗濯機に僕はぶち込むんですよ。で、洗濯で洗えるんですよ。中にね、綿入ってるんやけども、この綿もね、アトムAR フーディーよりいい綿が入ってるんですよね。だから洗える綿やねんけども、まあ、さらに上質な綿が入ってるというところで、結構男心くすぐるようなね、こうなんていうの、ギアっぽいアウターというか、この中とかにもね、ポケットっていうかメッシュがあるんで、そういうところにポーンって無造作にね、手袋入れてみたりいいとかっていうのもできたりするので、こう武骨な男っぽいのがお好きな方とかいたらね、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないんですけど、まあ、アトムAR フーディーと、まあ、このエクワックスはね、まあ、ちょっと似たような感じやねんけども、いいかなと思います。ただ、まあ、このエクワックスはもうアウターやからね、この上から着るっていうことは、まあ、ほぼないというか、まあ、ちょっと厳しいかなとは思ったりしますけどね。はい、ということで、以上、こちらが9点になっておりました。で、ね、ちなみにね、電動入りしたやつ何って言われたらね、最後1点だけ紹介するとね、これノースフェイスのマウンテンジャケット、もうこれはね、電動入りしてるからね、もう僕の動画では言い過ぎてるから、もう入れんでええかなと思って、皆さんも分かってくれてるやろと思ってから、あえて外してるんですけど、まあ、この9点が、僕は今季活躍しそうかなと思ってます。まあ、僕個人的にね、まあ、使うのっていうのは、まあ、この辺は多分使うやろうなと思ってますし、今新しいやつもね、いろいろ買ったりしてるので、多分追加でね、いろいろこう入ってはくると思うんで、それはまあ今月着たい服とかでね、どんどん入れていって、まあ、これをベースにどんどん新しいのがね、入ってきてグレードアップしていくという感じになると思いますので、また楽しみにしておいてください。ということで、本日はですね、今季活躍しそうなアイテム9点をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。